フランツ・シューベルトの公共曲第8番派長長 D944 は1825年から1826年にかけて作曲され1838年に初演された四楽章からなる公共曲。本記事で扱うシューベルトの公共曲は古くより番号が様々に呼ばれ20世紀初頭までは未完のものを除いて7番目なので第7番と呼ばれる。 ことが多かった。ついで、1951年に、オットー・エーリヒ・ドイッチュが、シューベルトの作品目録を作成して、ドイッチュ番号を付番して、以降は、未完ながら演奏される2曲を含めて、第9番と呼ばれるようになった。ドイッチュ死後の1978年に、バルター・デュル・アルノルト・ファイルらによって、ドイッチュ番号の改訂が行われ、 実質譜のままで演奏できるという意味で完成されていると認められる公共曲の8番目のものであることから第8番とし、中瓶原の国際シューベルト協会をはじめ多くの楽譜出版社がこれに従ったため第8番とすることも多くなってきている。ただし、そういう場合でも混乱を招かないように第8番と紹介することも少なくない。世界的には現在も 第9番としている例も多く、日本でも CD や楽譜のタイトルには第9番とついている場合が多いので注意を要する。本記事の公共曲は通称ザグレートと呼ばれることがあるが、この呼び名はシューベルトの公共曲の内波町長の作品に第6番と第8番の2曲があり、第6番の方が小規模であるため小波町長と呼ばれ、 第8番が、第波長調と呼ばれることに由来する。このザ、ザグレートは、イギリスの学府出版社が出版する際の英訳によって付けられたものであるが、本来は上述のように、第6番と区別するために付けたため、大きい方といった程度の意味合いしかなく、偉大なという趣旨は持たない。しかしそのスケールや学装規模はザ、ザグレートの名にふさわしく、 現在ではこの曲の通称として定着している。指示通りに演奏しても60分以上かかる大曲であり、シューマンは曲をジャンパウルの小説に例え、素晴らしい長さと称賛している。ベートーベンの公共曲の規模の大きさと力強さとを受け継ぎ、彼独自のロマン性を加えて完成された作品となっており、後のブルックナーマーラー。 20世紀のショスタコービチなどの公共曲に繋がっている。完成直後の1826年、シューベルトは、同曲の楽譜を、ウィーン・ラクユー協会へ拳字を添えて提出したが、わずかな謝礼こそ得たものの、演奏困難との理由で演奏されることはなかった。1828年にも、同協会に提出したが、同様に演奏されることはなかった。この作品は、 シューベルトの死後、1839年に、シューマンが、すっかり忘れ去られてしまっていた、シューベルトの自筆譜を発見して、世に知られるようになった。前年に、シューベルトの墓を訪れていたシューマンは、同年1月1日に、ウィーンのシューベルト宅を訪れるまでは、シューベルトはあくまで歌曲や小規模な室内楽、ピアノ曲などを演奏する、気心知れた仲間内の演奏会。 シューベルティアーでの作曲家という認識しか持っていなかった。彼の部屋を管理していた兄フェルディナントは、シューベルトの死後そのままに仕事机を保管していた。シューマンは、その机の上にあった、壮大な公共曲を発見し、シューベルトを、歌曲の作曲家と見ていた自らの認識を覆す、その作品に驚愕した。シューマンは、ぜひこれを演奏したい、楽譜を、 ライプツヒの名優メンデルスゾーンに送りたいと、フェルディナントに懇願し、ようやく許可を取り付けて、メンデルスゾーンのもとに楽譜が届けられたという。1838年3月21日、メンデルスゾーンの指揮ライプツヒゲバントハウス管弦楽団の演奏によって、この公共曲は初演された。シューマンは、初演には立ち会えず、翌年の再演でようやく聴くことができた。 公共曲第8番に関するシューベルトの手紙 D944 シューベルトは幻のグムンデンガスタイン公共曲なる曲を作曲したとされる。これは作曲家の日記や手紙から1825年に彼がグムンデン及びバートガスタインに滞在しそこで作曲したとされるものであるがその曲がどれに当たるかは解明されていない。 この D944 の公共曲は、かつては、直筆譜の日付から1828年の作曲と考えられてきた。しかし、用紙の透かし模様が25年頃に用いられていたものと一致すること、28が25の読み間違いの可能性があることなどの理由から、現在では1825年から26年にかけての作曲であると考えられている。 このため、この D944 が、グムンデンガスタイン公共局ではないかとする説が、有力となっている。後に、シュトゥットガルトで D849 に当たるとされる、補聴庁の公共局の筆者府が、偶然に発見され、ギュンター・ノイホルト式の、シュトゥットガルト放送公共楽団による、演奏の録音が、南ドイツ放送で、FM 放送され、また出版され、 ゲルハルト・サミウェル式のシンシナティ・フィルハーモニー管弦楽団で CD 化された。この公共曲は D944 と主題がそっくりで演奏時間は60分ぐらいと規模も同じであり D944 のための下書きとして書かれたものとも考えられこれがグムンデンガ・スタイン公共曲ではないかとも考えられた。しかし後日 この D849 とされた、補聴庁の公共局は1973年に、ヘンレ社に、楽譜のコピーを提供したグンター・エル・ショルツが、シューベルトの残した断片を再構成した偽作である、ことが判明した。補聴庁に、二拍子、助走付きそなた形式。ホル二本のユニゾンでおおらかに始まる。この開始部分は、シューマンの公共局第一番。 春やメンデルスゾーンの交響曲第2番、ブラームスのピアノ競奏曲第2番のモデルとなっている。この助走部分が、楽章全体を構成する主要なモチーフを提示している点に大きな特徴がある。第1主題は、音の大きく動く普天のリズムと三連符に特徴がある。第2主題が5度上の属調である、と長長ではなく、 サンド状の補単調で書かれているのも大きな特徴。ヘミ単調に始まるトロンボーンの旋律が第三主題とされることもあるが、動機としては助走の旋律の断片である。リズミカルなモチーフを主体として主題が構成されている点には尊敬してやまなかったベートーベンの特に公共曲第七番と多くの共通点を持つ一方で大胆な転調や 火星信仰にはシューベルトらしさが満ち溢れている。第662小説から最終685小説にかけて助走の主題が音歌を2倍に引き伸ばされた形で2度力強く再現され、学章を終える。なお、この手法をシューベルトは公共局第1番第1学章ですでに用いている。なお、初版においては表紙が4。 4拍子に改ざんされていた。現在では、本来の実質不通りに戻されている。一端長、に、4拍子、展開部を書く、そなた形式の感情学賞。7番の第2楽賞と同じような構造である。主として、オ声ボエが、主旋律を担当する、第1主題部は、スタッカートが、特徴のリズミカルな動機を主体とし、かつ3つの異なる旋律から構成され、 ピアノとフォルテシモの頻繁な交代を特徴としている。第2主題はえ、蝶々で書かれ、7番第1楽章と同じ調整関係。第1主題とは、対照的に息の長いレガートを主体とした加工旋律を特徴とする、シューベルトの面目役所たる美しい旋律であり、対旋律の美しさも特筆に値する。中でも、 第148小説から12小説にわたる、ホルンとゲンとの対話はシューマンが絶賛していた。再現部では、第1主題が劇的に発展し、第2主題は、主張の同主張長,長である、異調長で再現する。第330小説からのコーダでは、第1主題が短縮された形で再現する。派長長、三部形式、三、四拍子の大掛かりなスケルト。 ベートーベンのスケルォよりは、メヌエットの性格を残している。後のブルックナー後期作品を思わせるような一奇跡、切るような主部の旋律と、シューベルトらしい旋律にあふれた雄大な、中間部トリオの対象が、効果的である。スケルォ主部はそれだけで、そなた形式の構造をしており、定時部に加え、展開部再現部にもリピートが付けられており、 特に後者は省略されることも多い。トリオの旋律は、ベートーベンの公共曲第4番の、第3楽章のトリオのそれに似ている。波長長、に、4拍子、自由なそなた形式。1155小説にも及ぶ壮大なフィナーレ。第1楽章同様、普点のリズムと三連符。そしてこの楽章ならではのオスティナートと強弱の、コントラスト。 激しい転調に特徴があり非常に急速で息をつかせない。ところどころ同じ和音が数小節にわたって続くところをいかに聞かせるかが演奏者の腕の見せどころである。シューベルトはピアノソナタ第18番以降同音連打を積極的に導入しており、このフィナーレでも存分にこれが展開される。開幕の不転音符を素材とする波長調の第1。 主題は非常に躍動的で確保された後に都庁調で序章的な第二に主題が木管によって朗々と歌われる。これが発展し劇的な展開を見せた後にコデッタを経て変歩長調でこの曲の真の展開部。クラリネットがそうする第一点に主題と全く異なる旋律はベートーベンの公共曲第九番の歓喜の主題が改編されて引用されており、 ベートーベンに対するオマージュと考えられる。歓喜の歌も含めた展開、やや変形された再現部の後にピアニッシモまで落ち、972小説目から始まるコーダでは2つの主題と歓喜の歌が組み合わさって堂々たる終結を迎える。第一楽章においては女奏がコーダで再現されるところで、両者のテンポ設定をどうするかが問題となる。 かつてピリオド楽器による演奏がバロック音楽や古典派音楽に止まりピリオド楽器による初期ロマン派音楽の演奏が一般的でなかった時代においては実質譜の表紙及びメトロノームに忠実に基づいてテンポ設定をするとコーダが早すぎて楽章全体のクライマックスを築けないという感覚が一般的であったため多くの録音ではテンポを徐々に落としたりアンダンテに 戻していた。しかし、ピリオド楽器による演奏や、ピリオド系の演奏でキャリアを築いてきた指揮者が、モダン楽器のオーケストラを指揮した演奏では、当時の演奏習慣の研究から楽譜に、指示のないテンポダウンは、後の時代の習慣だとして、コーダをそのままの速さで演奏する例が多く、徐々に、そのような演奏が増えつつある。 コーダをそのままの速さで入ることを最初に提唱したのはルネ・レイボビッツである。彼はベートーベンの公共曲を作曲者のメトロノーム通りに演奏することを主張したことでも著名な存在である。そして上述の通り、修学章の同じ和音の連続をどう処理するかが問題となる。ピリオド楽器で手掛けても修学章で弦楽器に要求される。 BPM は1秒間に12パルスを超えており、モダン楽器を備えた現代人にとっても簡単ではない。シューベルトの多くの作品で見られることだが、自筆譜に書かれた記号のが、アクセントにしては異様に長く、デクレッシェンドにしては短く、どちらなのか半然としない書き方も見られる。どちらでもない演奏が一般的だが、時に極端な解釈も見られる。 特に最後の小説に関しては、それまでの楽曲の流れを重視して、競争で終わることが通例となっているが、クレンペラーやアーノンクールのように、デクレッシェンドとして演奏する例もある。ありがとうございます。